い、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回なんですが、なんと、今後実装される新ハンター、こちらアシナイの羊にですね、キャラクター調整が入りました。ということでこの動画では、実際にどんな調整が入ったのかをね、皆さんと一緒に見ながら、説明の方していきたいと思います。ですので動画の方よかったら最後まで見ていってください。それではね、早速ね、説明していきたいと思います。まず、このハンターにね、一体どんな調整が入ったのか、というところなんですが、まず複数の、弱体化がね入りました。はい、その弱体化内容一つ目、がですね、このハンターの通常攻撃の回復時間、というのが、3.84 秒から 4.11 秒に、増加しました。はい、なんでね、まあこの攻撃回復速度が、若干長くなったよというところでございます。はい、じゃあちょっと実際にね、どれくらいの、この攻撃回復速度なのかを、見ていきましょう。じゃあサバイバーのところに、ちょっとまずは移動しまして、はい、それでちょっとね、殴ってみたいと思います。はい、こんな感じでですね、攻撃回復時間が 4.11 秒、ございます。はい、あ、結構ね、長いですね。はい、まあ、時間で言うと、まあ、0.3 秒ぐらいかな。まあ、0.3 秒弱ぐらい、まあ、長くなったというところになります。はい、これがね、まず一つ目の弱体化です。それでは続いて二つ目の弱体化に行きたいと思います。二つ目なんですが、このハンターの、攻撃の、このですね、判定の距離、これにですね、弱体化が入りました。まず最初に通常攻撃のこの射程距離というのが、3.54 メートルから3.37メートルに、短縮されました。はい、じゃあちょっとここもね、見てみましょう。まあ、ここは、0.17 メートルぐらい、短くなったのかな。射程が、まあ、ここだと攻撃の判定が入りますね。もうちょい下がったらどうかな。もうちょい下がって、これでも当たらない、これでも当たらない、はい、ここぐらいですね。はい、これぐらいのね、攻撃判定、まあ、射程になります、通常攻撃。ですので、まあ、皆さんも感覚としてね、ちょっと若干、長くなったよというのを覚えておいてください。そして続いてです。続いてですが、この通常攻撃だけでなく、なんとため攻撃もですね、このね、射程距離というのが長くなりました。はい。この射程距離がですね、ため攻撃の場合は、もともと 4.05 メートルだったのが、これが 3.88 メートルに、これもね、減少しております。はい、これもね、この射程が短くなっているということで、ちょっとため攻撃もね、見てみましょう。さあ、どれくらいのね、距離で当たるのか。はい、この距離ではね、当たりません。結構短い部類になるのかな。いや、そんなことないですね。割と、この距離で当たりますので、はい。まあ、割とそんな、そこで短すぎる、というようなね、まあ、印象ではないのかなと思いますが、ここに関してもですね、短くなっております。はい、これはね、1.7 メートルね。0.17 メートル、はい、減少しておりますので、はい、こちらも皆さん覚えておいてください。はい、これぐらいですね。大体、ため攻撃だとこれぐらいの、射程でございます。はい、そして続いての、弱体化に行きたいと思います。続いての弱体化ですが、このね、ゲームが開始された時の、恨みの力、というのがですね、この初期ポイントが5ポイント、減少しました。はい、ではね、こちらの、弱体化も実際に見ていこうと思います。下の恨みの力のゲージに注目してください。はい、ということでね、お借りいただけましたでしょうか。この初期のですね、恨みの力が、もともとは60ポイントあったんですが、これが5ポイント減少して55ポイント、に、ね、なってしまいました。はい、このハンターね、まあ、こんな感じで、初動でですね、まあ、この、この檻をうまく使って、移動することができたり、するハンターだったんですが、まあ、この初動に関して、まあ、弱くなったと、まあ、機動力も、下がりましたし、あとはサバイバーをね、まあ、実際に、檻で囲う時も、この5ポイント少なくなっているので、まあ、若干やれることが、ね、少なくなったというところになります。はい、まあ、これはね、かなり、まあ、見てわかる、わかりやすいので弱体化のところかなというふうに思います。はい、ということで今回ね、入ったこの新ハンターの弱体化に関しては、以上となります。なんですがね、まだこれだけではございません。なんと、このハンターですね、弱体化だけでなく、強化もね、入りました。はい、これね、驚きの点なんですけれども、その強化というのが、なんと、地下室にも、この檻をですね、設置できるようになりました。まあ、今まではね、このハンター地下室にね、この檻を生成することができなかったんですが、これがね、できるようになったというところになります。はい、これかなり大きいですね。はい、めちゃくちゃ大きい強化かなと思います。今まではね、この、中には生成することできなくて、この出たところ、この檻から、地下室から出たところに檻を生成できたんですよ。はい、なんで、まあ、ここはいつも通りできまして、それプラス、
はい、こんな感じでですね、なんと、地下室の中にも、檻を生成できるようになりました。はい、いや、ほんとこれもめちゃくちゃ大きいです。なんで、これからも、地下でもですね、まあ、通常通り、いつもの、地上でやっていることが、地下でもできるようになりますんで、はい、まあ、救助会とかね、まあ、そういったところ、救助の質を悪くしたりとか、そういうことが、地下でもできますので、はい、ここに関してはね、すごく、いい調整だなと、反対にとっていい調整だなと思いました。はい、ということで、ここからはね、実際に試合をしながら、今回の弱体化と強化について喋っていこうかなと思います。まあ、実際ですね、この恨みの力の弱体化入ったんですが、こういったちょっと今からやるんですけれども、まあ、この初手でのこの檻の移動、はい、これね、今やっているんですが、まあ、実際試合をしたところでですね、まあ、このマップにもよると思うんですけど、まあ、今この試合では2つのね、檻を生成することで、この占い師に、ね、一気に距離を縮めることができました。なんでね、まあ、弱体化がされたところでも、2つの檻は生成することができるんで、まあ、まあ、この初手でね、一気に距離を縮めることは、この弱体化後でも可能かなというふうに思っております。はい、まあ、ただ、やっぱその後ですよね、距離を縮めた後に、この檻を生成するまでの時間が、やはりね、ちょっとかかってしまうので、まあ、1秒でね、2回復するので、まあ、5だと、2秒ちょっとかな。はい。なんで、今までよりも時間がかかってしまうというところでね。はい。まあ、そこが弱体化の、影響になります。はい。まあ、ただやっぱね、この距離を縮めれるっていうところはすごく強力なところなんで、まあ、まだまだね、まあ、強力なスキルとして、使えるんじゃないかなと思います。そしてですね、今回、もう一つ調整が入ってまして、檻がマップを追っている場合のテレポートメカニズムが調整されております。まあ、ここはね、実際、どういった、調整が詳しく入ったっていうのは、明記されてなかったので、まあ、はっきりとはね、わからないんですが、まあ、おそらく簡単にとっていいね、そういった、テレポートのメカニズムの調整なんじゃないかなというところです。はい、ということで、ここもですね、うまくね、檻を使ってサバイバーのターンを取ることができました。はい、本当にね、面白いキャラですね。皆さん、このハンター、もう間もなく実装ですからね、もう心の準備にしてみてください。ちなみに、詳しいね、実装日なんですが、8月の22日の木曜日になります。はい、この日にね、この新ハンター、足内の羊が、皆さんの使っているサーバーの方に、まずはガチャとして登場しますんで、で、最初の1週間は、このガチャで UR 衣装をゲットした人だけが、使えて、で、1週間経ったら、ショップにてね、このキャラクターが、使えるね、キャラの解放が、買えるようになります。はい、なんでね、はい、ちょっともう本当もうすぐ、22日ですよ、すぐ来ますのでね、はい、じゃあここもね、うまく、入れ替わって、この檻を使ってね、一気に距離を縮めてダウンを取っていくと。いや、本当にね、楽しいですね。で、そして、気になるこのキャラクターのダンクモの実装日についてなんですが、このガチャで実装されてから2週間後にね、ランクモに実装がされます。はい、ですので、まあ、正確に言いますと、9月の5日、はい、9月の5日から、このキャラクター、足台の羊が、ランクマッチに実装化される形と、なりますので、ね、ここに関しても、覚えておいてください。いや、本当にね、このハンターの、ランクマッチ実装というのは、もうめちゃくちゃ影響が大きくてですね、本当どうやって戦えばいいのかというところも、かなりまあ難しいところだと思うんですが、まあ、実装された後のね、まあ、ちょっと練習する時間とか、戦う時間はちょっとあるかなと思うので、まあ、そこでね、若干慣れておく必要はあるのかなというふうに思います。はい。で、あとはもうどうしてもね、戦いたくなったら、戦いたくなかったら、キャラクターバンするというね、そういった選択肢もありますので、まあ、ぜひ皆さんの、ちょっとね、やりたいように、ちょっとやってみてください。はい。まあ、逆にね、ハンター戦の方、ハンターでこの足内の筋を使いたいと思っている方は、この最初の2週間がね、めちゃくちゃ練習の、チャンスの時間ですんでね、まあ、ぜひね、皆さん使ってみて、強い立ち回りとかね、強い使い方とかを見つけてね、ちょっと使ってみてください。はい、本当にね、もうめちゃくちゃ楽しいです。ワクワクしますね。はい。さあ、ということで、この試合内容もですね、かなりいい感じになってきました。はい、もう粘着もね、倒して、そしてしっかりとトンネルもして、いや、本当にね、すごいですね。まあ、で、このハンターでね、注意するところが、やっぱりその、最初の一つ目の、檻を生成するときに、この恨みの力を40ポイント、使うんですね。めちゃくちゃ使うんですよ。はい、で、その後3秒以内だったかな、にもう一度生成すれば、その、ね、必要なポイントが減るので、まあ、1個目生成した後に2個目作りたかったら、本当にすぐね、3秒以内で生成するっていうのを、しっかりとやらないと、この恨みの力もどんどんなくなっちゃいますので、もう今見てもらってるのがわかる通り、もうこの120ポイントなんて一瞬なんですよね。ほんと連続で生成してると一瞬でなくなっちゃうんで、はい、結構このね、ポイントに関してはね、枯渇するハンターになります。はい。まあ、結構この、
ケージかな、ケージがあるハンターとか、まあ、ロー人形師とかはね、結構ね、ずっと、この、まあ、ローをね、立てたりするんですけど、まあ、このハンターに関しては本当に一瞬でございます。はい。なので、なんでね、ここのね、まあ、恨みの力の、まあ、管理をね、しっかりとする必要があるというところです。で、あとは、今回弱体化が入った、ところで、このね、キャラクターの、この射程ですね、攻撃の、射程が長くなっておりますので、はい、そこに関しても、ちゃんとね、覚えておく必要もあります。まあでもどうなんだろう、皆さんが使うときは、まあ初めてね、使うところになると思うんで、まああんまりあれかな、最初から、短い状態で使うことになると思うんで、まあそんなに違和感はないのかなというふうに思います。はい、まあテストサーバーで使ってる人くらいですかね、ちょっとこう影響があるのは。はい、まあ、というところでね、ございます。さあ、ということで、ここで装甲してうまく、ダウンを取ることができまして、あとはね、骨董書というところで。まあ、ちなみにね、この映像はね、弱体化が来る前と、の映像となっておりますんでね、まあ、この射程はね、長いですし、あとはね、攻撃回復速度も、早いです。さあ、というところで、最後、骨董書ですけどね、どこにいるかな？あ、いますね、いますね。はい、骨董書いましたので、タコはね、うまく閉じ込めて。でですね、この閉じ込めなんですけれども、この電車からね、降ろすこともできます。電車の進行方向に降りを出しておけば、このようにね、サバイバーを降ろすことができます。本当にね、便利ですよね。タコでサバイバー外に出れないので、ここで殴っていくと。まあ、ただ、外側は、この檻の外側なんでね、0.5 ダメージしか入らないので、そこはちょっと注意が必要というところで、はい、これでダウンを取っていきました。はい、それでは皆さん、今回の動画もね、ご視聴ありがとうございました。このキャラクター、今後もね、続報があり次第動画にしていきたいと思いますんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録、お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。